言えなかったんだ。いや知らないよ、だって自分が言い出したんじゃん。なんでさ、なんかいきなりさ、D とか言うのさ、 D っつっただけじゃん。なんかそのブーじゃん。言ってねえじゃん、なんで D っつっただけでさ、すぐ次をブーってなの。ブーじゃん言ってんよお前、どんだけ被害妄想だよ。言ってないじゃないよ、もう分かりきてんじゃん、あれだってさ言わないじゃん、そんなことだし。バーって言った次にさ、ブーと入ってくるじゃん。あなた、ブーだけじゃん。でってくるバーってあなたもでってくる、それはあれじゃないですか。それただブッとしか言ってないじゃん。なんかあんの、なんかあるの、あれから言ってんだろう。でって言った後にさ、別にさ次間置いてブって言ったことになってなんか意味ある、単語になってなくない。でって言った後にさ、ブっていうの、まずは自動性言うじゃん、クソデブやろうとかさ。いやそれは普通にそう言うでしょ、クソデブの時はクソデブって言ったら、でもうブーじゃん。これもさ、バーって言った時にさ、そこなんかさ、なんでさ、言われてんやつニューとかさ、聞いてたの。おめえは言う資格ねえからね。クソババーてめえ。はいはい、はいはい、はい、これし、これでこう持たされたな。でもこれは手キンキン丸だ。寒いんだよ。蓋しりゃいいじゃん。蓋しりゃいいじゃん。ポップのポンポンペンあったかい。あ、そっかそっか。あ、こいつ出さねえね、こういう時の。ポンポン疲れてますのって。あのお腹ピーピー丸は結構ですみたいな。冬になったらまたお前ピーピー丸なるんだろうな、私の手で。誰？ねえ、お前。本当面白いんだけど、なんで私の手でお腹こう下すの？下すの？下すでしょ、普通。面白いんだけど、本当に。俺は全然面白くない。見てない。ちょっとごめん。職場の人に話され爆笑されたんだけど。どんだけ手冷たかったんですかって。わからん。誰に言ったの？その辺の人。アッキーさん。あ、いや、違うと思う。ミワ、その時いた。あの人か。アンジェラか。いや、違う違う、あ、あれだよ、こないだ見せたあの3人で、あ、顔見てないけど、別にそんなにね、自分から君の話とかしないから、基本的に家庭のことなんで、あんま話したくないんで、言うて、だって相手のそういう、なんか、ラブラブ話とか聞いても楽しくないし。興味ねえ、おまみ話、興味ねえからこっちの話を聞かないでほしいってなるんだよね。ってほらほらほら、ね、何かそうなるでしょ。何か何か何何どうしたの。うん、なんでもない、もう言ってみ、何、いやいや、さっきもさ、あ、あれあれじゃん、フォレジャーフォレスト坂美子ちゃん。おほら、言うじゃねえ。何か俺、おーって言っただけだよ。それわかんないじゃん、おにぎりって言うかもしれない。おで、何、私なんか言った今。うん、何わかん
でさ、無意識だったんじゃないじゃん。あなたの場合はどうせさ、オバミっていうからさ、オデミみたいな感じで言われたんでしょ。でーって無意識になっちゃったね、やばいね、ババって怖えな。ゆっくり走ってよ、危ないな。ババって怖えな。夜の方が目元気じゃん。なんねえよ、夜の方が元気だなって。これ多分治んねえよ、遺伝だよ。何の遺伝だよ。いや遺伝だと思うよ、待って。夜型の昼型って。そうなの。うん、あのね、あんたの両親はね、夜型なの。知らない。夜さっさと寝てんじゃん。いや、夜型ならうるせえよ。え、うるせえ、まあ、寝てるよな、でも。うん、ゆるびっくりするぐらい結構早く寝てると思う。しかも爆音で寝てるし。どちらかといえば、あれじゃん、スピーカー音で。すんげえテレビの音だよね、あれ、うん、うちの親ですらあんなでけえ音で聞いてないけどね。だからちょっとなんかおかしいんじゃないかなと。まあ年寄りだから難聴なのよ、普通に耳遠いんだ。多分ストレス溜まってんだと思うよ、だんだん。まもなく青山を左方向です。怖いもん。だからストレスの吐き口でなんかやっちゃう人だから、ストレスが半端ないんだから。あーもう俺が最後かよ。だりーみんな右行っちゃったね。シュウチあんな感じじゃない。何、え、あの花、ババ花、あれ山ゆりだよ。今あんな感じじゃん。青山だよ。怖い。夜危ねえな。なんで、危ねえよ。どういう意味だよ。え、ババアみたいなやつ多いんだ。ババアって、クソババア、また行っちまった。クソババア、クソババア、うん。おーでみ、あっ、やべべべべべ、やべべべ、確信だよ。え、確信って言ってないの今。何が、やべべべ、確信やねん。おーでみたん、うん、おーでみたん、うん、おーでみみみ、おーでみみみ、おーでみたん、うん、へい。あー、すっきりした。今すっきりした、全然すっきりしてない。何、それは全然すっきりしてないじゃん。あー、気持ち悪い、吐きそう。あー、やべ、来た。めちゃくちゃあれね、病ってこと。まあまあ、ちゃんだよ。やべ、今食ったもんが全部リバースで出ちゃう。300m で右方向です。もういいよ、普通に投げようか。奥そば、あの車の整備不良の仕事。
はもうお前さんに怒られる。怒られるよ。あれもダメなんだ、ライトじゃないけど。うん。後ろにパトカーいたらって言われる。はい、どうも、前の車止まってください。